坂さんがね、俺じゃないよ。死ぬとマダイが出てから、あれからちょっとグレも見えないんでね、全然。ちょっと場所変わってみました。馬島のジーソですね。今餌取りがね、結構見えるし、でグレも下の方チラチラしてるんでね、今からちょっと赤い練り餌で攻めてみます。なかなか食い立たんね。そうですね。お、リグイしとる。エサ取り、あ、グレだね。今浮き全然動かんじゃろ。リグイしとる。魚が動かんかった、全然。ちょっと見てくださいね。今ちょっと沖網のスーパーハードの L に変えてみました。これでちょっと餌取りの中通過するかどうかちょっと見てみます。潮が当たってきている中に、あの下に群れがちょろちょろ見えるんですけどね。いや、餌がないなってるね。もう沖網すぐ取られてますね。もうこれでちょっと今から練り餌でやってみます。このちっちゃい、ね、赤い練り餌、あ、ピンクの。よし、来た来た。グレちゃん、グレちゃん。これは抜きます。ピンクの練り餌。浮き網だとね、持たないんですよ。で、練り餌でやってかけたんですけどね。もう餌取り子いい時はもう練り餌の方がいいです。はい、さっきまでね、グレの活性が悪かったんでね、この網パワーグレスペシャルに沖網も半角入れたりして、で釣ってたんですけど、これ MSP が入ってるんでね、これ単体でやってみます。
これね、深瀬マーケットの底と一緒でね、これ水入れるだけでね、簡単にできる餌なんですよ。こうやって水入れて混ぜて、全体まんべんなく水分が行き渡るように、もう一回混ぜたらもう これでね、簡単に作れる餌なんですよ。もうこれで、もうこれで出来上がり。もう非常に簡単な餌です。ちょっと撒いてみますよ。一気にあの餌が入るんじゃなしに、上を漂ってるでしょ。もうあれで魚がもう皆浮いて、あんなにフグが活性が上がってるんですよね。もうこれグレだけになったらもうワイワイって、もうすぐ単体のね、あの常温のネリエでね、ピンクで本当釣れる簡単な巻き餌。それでこれでやってますわ。はい。だいたいでこしたら大きいやつが空気ね。最後、お、チヌじゃ、チヌチヌ、よっしょ、あの沖のね、外湯の中でグレ狙ってたらチヌが来ました。ちょっと小さいね。おー、グレグリシになったじゃん。グレです、小さいですけど、グレグリじゃん。何やってもうまいよ。グレ結構見える。ここや、ここ。あー、そこよ。あと、まあまあ、どんな魚が、このピンク系はイエロー系よりもっと、ほとんどの魚が全部来ています。グレちゃんです。俺の取材じゃないんだけど、今日はこういうメレッサ関係が昆布大好きですからね。よいしょ。おお、沖で食うとる気あるじゃない。なんかもう糸なかったんだ、手止めたんだけど、これで巻きしろないと抜けるじゃんか。これで今なんか竿限界いっとるんだけど、もう限界だ。くっ
そー、取れんかったぞ、ほんま。今ね、80メーターぐらいね、まあ、春さ 1.5 なんですよ。常温のピンクですよ。なんかわからんですね、マダイだったらかなりありますよ、90ぐらいかわからん。だけど、まあ、コブだったらあんなに沖まで出んと思うから、スズキかマダイか青もちってことないね、遅いからね。食いますね、これはほんまに。で、竿がね、0号なんじゃ、これ、P の。俺、ハリスをさっき鼓舞した後、背すっとったけどね、あれなんだけど、まあ、今の限界で、あの魚は0号の竿で止まるんですからね。まあ、俺もちょっと自信持ったね。あの魚が止まるか、0でと。止まったよな、あれ、一回。もう、あの時にはね、道とかもないんですよ。これでもう、くくっとるとこ手で持って止めて、その限界ですよ。限界で角度だけ作っとかなきゃいけんから、それ作っとった。もう止まるか飛ぶかどっちかじゃなかったら止まったんですよ。それやり取りしたんですよ。それそうですよ、すごい。今日は梅雨から夏にかけて の、 あの餌取りのいい時のグレーを、練り餌のピンクで釣りました。で、まあ、ちょっと場所あの変わってまたグレーを釣ったんだけど、もうあの餌取りが汚染とかフグとかすごい多いんだけど、それを一箇所に集めて、この薪をずっと入れるとグレが下からこう見え出して、もうそれ、まあ最初は食い悪かったけど、もうそのオキアミが全然通らないんだ、餌取りグレって、で、あのピンクの練り餌でね、あれをこう入れて、やっぱり餌取りに強い練り餌、こういろんな魚当たるじゃん、アイゴからな、これな、ほんまのこのピンクだけは、ほとんどの魚全部食ってくるよ。だから海外なんかはすごい適した餌だと思う、今日はグレーは、まあ、肩はこも買ったけど、まあピンクの餌で釣れるのはもう絶賞できたけ、今日なんて一番楽なのは餌を毎日作らんでいいわけよ、混ぜんでもう磯行って水入れて混ぜるだけやんか、おじ30分やんか。だけど死にも食うも全部やん朝なんかあの、巻いて30分ぐらいで30分っていうのが行って、で、その後今度はマダイ来た、マダイ来た、あれはびっくりしたな。1時間までにあの2匹肩が釣れて食ったな、30分だから巻きをちょっと巻き寄って、俺もこうやって見よったら何も食わなきゃ、もしかしたらチヌが寄っとるのかなと思ったんよ、俺食わんじゃんか、でチヌ1個釣ったけ、おいおい、何にもお茶も何も生えてないよお前こんなグレスリーが軽い餌でな、 MSP 生えた餌でちょろちょろ巻いてくれ、何も食えへんやろと思いよったんよ、って言ったら、おいと血抜きてお前マダイじゃんか、こんなバカなことがあるかよお前、お茶もなんかいらへんが、びっくりしたよお前。で、まあ私ちょっとゆっくりこう針巣を殴して血抜きする感じ言ったら、化け物が来てたもう80とか90なんか分からんけどな、結構ええ魚と思う、もう後半ちょっと餌作り変えて、オキアミ出しの MSP の配合餌で、やったけど、グレも全然、釣れるだろ、釣れるし、練り餌がまたピンクで、もう夏のこのグレにものすごい強いんじゃないかなと思って、これな、マダイもチヌもグレも釣れるからな。皆さんも常温練り餌で楽しんでください。今日はイタカちゃん主役だったかな、お前楽しかった、楽しかった、あの常温練ればピンクもイエローもよう釣れるやつ、釣れるさ、明日頑張ってください、明日俺の番だからよ見ただけよ、明日公約果たすからやるときにやる男やから